龍馬の暗殺したやつはもう,もう全部分かってんですよ分かってますよ全部ところが実はこれの背景が大変なんです、うん、だからある意味坂本龍馬っていうのはそれを語るがゆえの一つの手段にすきは過ぎないじゃあいよいよ、えー、答えを申し上げますね、はい、これが起こる、うん、と同時に起こってくることがあるんですが うん、実はね徳川慶喜は曽我伏見の戦いの前に実は大阪城から抜け出して江戸,江戸へ逃げ帰っているってことう,うんですがいや逃げ帰っているんですよ。はい、あ当時江戸幕府いや幕府はあの官方射撃する戦艦軍艦持ってたたくさん。 その気になったら東海道を見分けて漢方射をするだけで全滅させることができたんですよ。で、うん、もうケーキはそれ一切させなかったむしろ江戸に来るのをずっと見逃してた徳川ケーキはこのまま日本の内戦に入ってイギリスやフランスアメリカに日本は安咲にされる。 日本という国体を維持できなくなる、うん、要は植民地になってしまう,うそういう時に一番いいのはじゃあ水戸学ってありましてね水戸,水戸藩主ですね、はい、この大日本史って徳川光国いろんな見方ができるけど言ってることはね北朝宇都部史なんですよ偽物としてここが大事なことですよ、うん、徳川慶喜最後の天皇はこの水戸から出てるんです 水戸から出てるんですよ。水戸が極めた将軍なんだそれでやったことは、もともとの,元々のね出発点は、徳川家康にまで遡るんですよ。はい、家康の、まあ、バックにイギリスがいたんです。実はこれが、いいですか、徳川数百年、まあ、もちろんずっとやったわけじゃないんですよ。えー、後の 日英同盟に結ぶことになるその日英同盟ってあってこれさは第1期第2期第3期あるんですけど日本が例えばロシアとバルチック艦隊を戦う時に、うん、イギリスはものすごい情報を日本に教えてくれただから勝てたんですでもこれで喜んだおまちなんです、はい、これも罠なんだよ えー、これ、ペリーが来た後これは当然ながらあの日米和親条約というのが結ばれるわけです。これはまだ江戸幕府が健全な時代ですよ。えー、で、なんと同じ年にね、イギリスもね、日米和親条約結ぶんです。アメリカがやってきて、パってやった後すぐパってイギリスがやってくる。それが仕切ってるのがロスチャイルズ、えー。まずトーマス・ブレイク・グラバー、な長崎。 でもこれね、このグラバーって基本的にはロシアルドなんです。まあ、坂本龍馬と接触。はいうん、大量の。この日米修行通商条約は1858年です。実は、日本から金が大量にアメリカへ流れちゃうんです。要は日本の当時の金をアメリカとイギリスで吸い尽くしたんです。 結果日本は疲弊して倒れたのが東ー幕フ、はい、南北戦争はその3年後残っていますこれは日本の金がなかったらできなかったんです,そ,れだけすその軍資金を得るためにペリーが突然やってきたんです <laughs> 明治まあこれは日本でも偉人の中に入ってますけど高橋惠清っていう人物がいた で戦費って必要なんですよ、戦費調達ってね。うん、だって、お金がなかったら戦争できませんし、形的にはイギリスから半分、うん、アメリカから半分、うん、お金を用立てしてもらうわけですね。で、結果的に、これを使って、日本はロシアと戦わされるんです。 でロシアは何をしたかというとロマのフ王朝を転覆させるためにレーニンはアシュキナン時ユダヤですからね、はい、明石機関ってなんですね。昔あったんですよ明石元次郎という優秀な男がいてね。はい、ヨーロッパで、まあ、中野学校のようなものを作るわけですよ。ロシア革命は日本人が起こしたん だって日露戦争の最中ですからね結局これで何が起こるっかと,いうと第一次世界大戦第二次世界大戦全部巻き込まれていくんですよ、はい、イギリスとアメリカが手を組んで、うん、この日本という国を資源も全部これは金を生む国なんで金の卵を生む鶏なんですよでこれを両方で甘い塩吸って吸い上げていくっていうのが<ー>ロスシチャイルドの方針なんですロスシチャイルドにとれば国は利用するものなんです その代理人がアメリカではロックフェラーだってだけの話ですよ。この両方が世界を統治している。大西洋はロスシチャイルドが管理する。太平洋はロックフェラーが管理する。日本のヤタガラスが動かしている。クルフネを読んだのもヤタガラス。イギリスを読んだのもヤタガラス。これね、実はね、三本足のマークっていうのは、 イギリスにもあるんですよトランプも必然的に現れたんじゃなくて大きな目で見てるとふとするとロス・チャイルドはそのことを全部分かっていてそれである役目があって、はい、ずっと動いているとしたらこの国っていうのは一体何なんだってことです